倉庫山は、広島県広島市西区と浅南区との境にある山である。標高356メートル。地元では、地名由来の三滝山とも呼ばれる。戦国武将で茶人の上田隆史がこの山に松を植えたのが、名称の由来である。そのため、植松山とも呼ばれる。草は、広島城、本丸、出景園、上田上屋敷に設けた茶屋。 和風堂道の3カ所から望める借景としてこの山を選び山頂に大きな赤松を植えた。そのためにこの松は草加松、山は倉庫山と呼ばれるようになった。草加が植えた初代の松は落雷で消失し、2代目は軍部が対空陣地構築のために伐採、3代目は戦後に松食い虫により故死しており、 現在の草加末は1998年11月29日に植樹された四代目である。草加は、武将としては初めには長秀、後豊臣秀吉の配下となり、佐藤においては千里宮門下の後古田織部門下となった人物で、佐藤の流派、上田隆流を創始した。現那五年に、草加が、朝の長明に従って、広島藩に入って、以降、 上田家は広島繁華牢を務め武家茶道を発展させた。浅野家の別邸となった出家園は草加の策定によるものである。地元では正式名称である倉庫山よりも三滝山という古庄が一般的である。これは山の中原に三つの滝があったことに由来する。その滝は三滝寺の裏にあるが現在はほとんど水が枯れており、 説明の看板によって、かろうじて確認できる状態である。登山口に、新温州の古刹三滝寺がある。この寺の周辺は、春は桜、秋は紅葉の名所として知られ、有名な撮影スポットとなっている。山頂からは、広島市街を一望のもとに見下ろすことができ、都市近郊ハイカーに人気のある山である。元旦には初日の出を拝む人で賑わう。 広島市の小学校低学年の遠足の定番コースでもあり、林間学校等でよく利用される広島市三滝少年自然の家と合わせ、地元には馴染みの深い山でもある。1945年8月6日の原爆投下地、倉庫山の登録にあたる三滝本町地区は熱戦、爆風が少なく、損害が軽微だったため、この山が陸軍の救護活動の拠点となり、 数多くの負傷者が運ばれた。そこで命を落とした者の骨で谷が埋まるほどであったと言われる。草加松物語。ありがとうございます。